水田圭介は、大阪府大阪市西小戸川区出身の、元プロ野球選手。宇藤右内。現在は、高知県人で、社会人野球選手として、現役を続けている傍ら、野球塾ブリジャールの塾長として、小中学生向けの野球指導も行っている。大阪東院高校時代には、通算55本塁打を記録するも甲子園の、出場はなかった。 高校卒業後は、プリンスホテルに進むが、2年目の2000年に野球部の廃部が決まったため、特例措置で規定より1年早く、プロ入りすることになり、同年のドラフトで西武ライオンズから7位指名を受け入団が決まった。なお同じく西武から8位指名を受け入団した、福井強は、高校の同級生であり、プリンスホテルでも同期入社であった。 ルーキーだった2001年フレッシュオールスターゲーム出場を、果たし一軍昇格も経験。2005年に、ファームで3割を打ち、守備だけでなく確実な打撃も評価された。2006年は、オープン戦で結果を残し、開幕一軍入りを果たした。遊劇手の中島博之の故障などで、出場機会が格段に増えたが、先発出場は2試合のみで守備固めやダイソーでの、 途中出場がほとんどであった。8月6日の北海道日本ハムファイターズ戦で、守備がためとして出場し回ってきた打席で、ミカルから、プロ初本塁打となる、ランニング本塁打を打った。プロ初本塁打を、ランニングホームランで達成したのは、竹上史郎、小形孝一、坪井智也に次ぐ、2リーグ制以降史上4人目だった。また、これが、 水田のこの年唯一の安打であった。2007年は右打ちからスイッチヒッターに転向し2軍で主力選手として活躍したが打率2割と低迷した。シーズン終盤に1軍に昇格したがやはり守備がためとしての出場がほとんどだった。2008年は本来の右打ちに戻し2月の紅白戦で ルーキーの平野将校から2本塁打を打ったものの、一軍出場は17試合に止まった。打席に立ったのも交流戦の2打席のみであったが、その内容は、投げ気だと、至球で、出塁率10割であった。2009年7月4日に昇格するが、7日後の11日に、藤田太陽とのトレードで、阪神に移籍が決定した。これは、アレックス・グラマンの離脱などで、 リリーフ投手が手薄だった西部と内野手の補強を求めていた、阪神の思惑が合致した結果であった。トレード発表後の試合となった、同日の対オリックスバファローズ11回戦において、渡辺久信は水田を良い形で送り出そうと、9回裏、同点の場面で二塁打で出塁した、上本達行の代走として起用。試合は延長戦の末片岡駅市の、 サヨナラホームランで埼玉西部が勝利し試合終了後にチームメイトから胴上げされて別れを惜しんだ阪神時代7月13日に阪神に支配下登録背番号は15 1 5一軍では主に守備固めや代走として出場した2010年は背番号が32に変更される8月14日に昇格したものの試合出場が ないまま8月31日に登録を抹消され、1軍公式戦試合出場はなかった。2軍のウエスタンリーグでは79試合に出場し、打率。263、本塁打3であった。12月24日、新井良太とのトレードで中日ドラゴンズに移籍した。中日時代2011年1月6日に契約と入団発表が行われ、背番号は、 阪神時代と同じ32に決定した。自身としては5年ぶりに開幕を1軍で迎えるが、目立つ活躍ができず4月30日に2軍に降格。しかし、7月3日に再昇格。井端博一の打撃不振などで、昇格当日の対巨人戦で7番二塁手で、遺跡後初スタメン出場を果たし、その試合で遺跡後初安打を放っている。しかし、 二軍降格後は一度も一軍に上がることなく、11月11日、球団から戦力外通告を受けた。11月24日、東京ヤクルトスワローズに入団することが発表された。2012年は一軍でわずか2試合の出場に終わった。2013年は5月10日に一軍に昇格すると、5月12日の大阪新戦で7年ぶりに本塁打を放った。 水田にとっては、プロ初めてのスタンドインでのホームランであったが、10月8日に、球団から2度目の戦力外通告を受ける。現役続行を希望したが、獲得球団は、現れず引退を決断した。東京都東山都市のトムス野球塾で講師を務めた。また2014年4月18日に、古巣の埼玉西部ライオンズが企画した、Go! ファンクラブシリーズで、 西武 OB として、ノッカーを務めた。2016年11月1日からは、トムス野球塾に代わってオープンした、野球塾ブリーヤーの塾長を務めている。2019年4月より、富山県のクラブチームロキテクのベースボールクラブ内野手、兼任コーチとして現役に復帰することが発表された。背番号は6。2020年は、背番号を45に変更した。 なお、渡辺直人が11月6日の引退試合を最後に、現役を引退したため、NPB 以外の社会人や独立リーグで現役を続ける、松坂世代の親主最後の生き残りとなった。ありがとうございます。